計の針は7時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄で頑張る人と人、出会いを紡ぐラジオプログラム、アイネットラジオ、パーソナリティは RBC ザニューススポーツキャスター吉田哲太郎と、はい、本日 DJ 朝の2名でお届けとなります。そして後ほど画面ご覧いただくお客様にはね、しっかり楽しんでいただけると思うんですが、美しい方に来ていただいてますよ。そうなんです。そして私なぜかですね、この位置に座っていると某番組の違うテレビ画面を間近に見ている今日ものすごく感動しながらというスターティングですでしょ、はい、それでは改めて本日のゲスト、てっちゃんから頭出しよろしくお願いします。はい、 RBC ザニュースのメインのキャスター務めてらっしゃいますフリーアナウンサーの島袋彩子さんです。はい、こんばんは。イエーイ。はい、改めましてラジオの前の皆さん、こんばんは。こんばんは。RBC ザニュースキャスターの島袋彩子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。変な感じですよ ね、 ね、テレビじゃなくてスタジオじゃなくて、はい、はい、ラジオで、ね、しかも FM 那覇さんで。そうですね、初めて来ました。ちょっとね、はい、もうね、 FM 那覇来てくださいって僕はすごい適当なこと言っちゃったから、てっさろくん今国際通りから歩いてるんだろうけどってあやこさん歩かしてしまいました。いやいやいや、テサロさんとはもう、はい、あの RBC でも机もずっと隣ですもんね。そうなんですよね。しかももうちょっと遡ったら、はい、FM 沖縄で僕が朝7時半からの番組をやってて、はい、早子さんが9時からの番組をやってて、そこでもよく、はい、はい、そうなんです、合わせておりました。遡ることそこまで行く感じですか。はい、そうなんですよ。あらららら、らもうね、本当に沖縄のフリーアナウンサーの、はい、はい、女性陣の中でも本当に最前線フロンティア駆け抜けてらっしゃる。いや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 、もうそんなことないでございます。はい、もう普段テレビって本当にもう1分どころかもう1秒も、はい、もういろいろ計算しながら緻密にやるもんなんですけれども、このアイネットラジオ56分たっぷりありますね。はい、もうゆっくりまったり、まだ様子が分かってない私っていうね。あの56分もありますんで、もう大丈夫ですかね。30分後くらいにこんな感じって思っていただければ だんだん慣れていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではこの後リスナーの皆様にはゲストでお越しいただきました島袋さんのですね、人となり、そして熱い思いで、本日はインタビュアーにてっちゃんがいろんな角度から切り込みしながらお届けという感じにしたいと思いますのでね、最後までよろしくお付き合いください。はい、もう日頃は僕いつもあのミキサータクって言いまして、音量だったり、はいはい、あの曲出ししたりとかで、なんであのいつもあの放送動画で YouTube の方で見ていただいてる方は、テスタローはうんうんって放送でうなずいてるけど全然目線違うところ見てるなとかよくあるんですけ ど、 なるほど、実はパソコンとかそれから放送の機械を触ってたり、ね、はい、なるほど。それを今日は浅津さんにやってもらえる。ありがとうございます。いい、もうお二人のためだったらもう何でもしますからね。いやいやいや、はい、もうゆっくりねお話も伺っていきたいと思うんですけれども、はい、やっぱりですよ、遡ること、うん、私フリーで仕事を、この放送の仕事を携わったのがスタート2005年なんですけれども、うん、で県外から沖縄帰ってきて、うんうんうん、その時テレビのニュースつけて、すごい綺麗、すごい読みとか素敵って思った最初のアナウンサーさんが彩子さんです。それ違う人と間違えてないですか。大丈夫、ちゃんと NHK つけてました。はい、NHK つけてました。あ、そうですか。あら、嬉しい。一番こう画面にこう出てこうニュースキャスターニュースを読むっていう仕事、はい、の一番スタートは NHK、ね、そうですね、 NHK 沖縄放送局で1999年にスタートして、NHK47 都道府県にあるので、あの地域キャスターみたいな感じで、はい、ローカル採用枠で、リポーターキャスター毎年ほぼ毎年募集してるんですよ、その枠で、キャスターリポーターの募集があったので、それを受けたら本当になぜか受かってしまったっていうのが始まりで、1999年に当時ティラカンカン600っていう、太陽カンカン600っていうすごいネーミングのニュース番組がありまして、はい、その6時台のキャスターでスタートしました。1999年、はい、世紀末に現れたティラコさん。しかも一番本当に生放送も何にも知らない中で一番最初の
その6時のニュースのデビューが沖縄尚学が初めて春優勝して甲子園で、はい、今日まさに今空港に着きましたっていうすごいイレギュラーな生放送もう全部ニュースの予定とか全くなしで、はい、もう今日は沖尚おめでとうございますみたいな本当に台本なしの生放送が一番最初の放送だったっていう、もうそれは本当に忘れられない初回デビューの、はい、回でした。もう例えばちょっと経験してる人に行ってこいじゃなくて、彩子さんにもう初回だけど行ってきなよみたいな、うん、私はスタジオにいて、はいはいはい、なんかよくわからないまま中継先を呼んだり、はい、沖尚の試合を振り返ったり、はい、なんか自己紹介もままならないまま、うん、とにかくおめでとうムードでなんか私のテレビ放送のスタートをしたっていう。もう島袋彩子ですよろしくお願いします。言う前に沖尚言うか言わないかぐらいで沖尚が今帰ってきましたわーみたいな、そんな感じでした。そう99年って言ったら今沖尚の野球部監督務めてらっしゃる比嘉公也さんがピッチャーでも大活躍してね。 そうですねその時の覚えてます？自分がスタジオでどんなこと喋ってとかどんなやり取りしてとか。あ、もうだから男性アナウンサーが、はい、もうとりあえずついてきてみたいな感じで、うん、とりあえずやってほしいのは振りとか、はい、あとお天気を今日は確実に読んでねっていうのと、はい、もう言われるがままにわーキャーお天気ですわーわーみたいな感じでだからもう緊張するもしないもないみたいな感じだったので、はい、すごく覚えてますね。もういきなりで、はい、いきなり、うん、でもスタートがそれだと舞台度胸である種つきませんか。そうですね、もうなんか逆にわからなすぎて、うん、とにかくもう笑ってやるしかないっていう。でも本当にあっという間の1時間でしたね。なるほどな、うん、しかもやっぱり NHK の場合はコマーシャルがないから、はい、あ、そうか、そうなんですよ。尺割はそもそも違うんだよね、はい、そうですね。で急に例えば民放の場合だったらコマーシャルの間に時間がショートしちゃったら、はい、もう一回頭でやったニュースもう一回リピートしようかとかいろいろ計算できるんですけど、 NHK さんの場合結構遠くでなんか時間ができちゃった時は遠くでつないだりとか、その場の臨機応変さってすごく求められる感じするんですけど、どうでした？あ、まあでもだからその日はもうほぼ隣の職員の NHK のアナウンサーの方が多分パキッとねちゃんとやってくださって、はいはい、私はもうそれにはいはいっつってニコニコっつってやってたんでしょうね。そっか、はい、なのでなんか最初から結構イレギュラーな感じでスタートしましたね、はい、うん、私の放送はすごいな。もうちょっとそもそもになっちゃうんですけど、はい、こうアナウンサー、そのアナウンサーレポーターの試験受けたいって思ったの、もともと放送の仕事やりたいっていう気持ちが終わりだったんですか？あ、なんかこれ本当にいろんな方に質問されて、そのたんびにいつも申し訳ないなって思ってあんまり言いたくないんですけど、はい、全然思ってなかったんです、うん、テレビ局に就職したいとも思ってなかったですし、アナウンサーになりたいとも思ってなかったし、うん、もうむしろテレビの向こう側の世界っていうのはもう自分とは関係のない本当にもう特別な世界って、もう自分とはがなれるなんて全然思わないし、なろうとも思わない世界だったんですね、うん、で、まあ、話せば長いんですけど要約すると、まあ、大学、東京の大学出て、私の時ってもう超氷河期就職難の、はい、バブル弾けた頃に大学生になって、うん、もう日本が寂しくなってる時に就職活動が始まって、みんな暗い感じで就職活動してなんかっていう時代だったんですよ、うん、でそれで私ももう沖縄にとりあえず帰ってきて、うん、でほら沖縄の若者だから公務員になるとか言って、はい、とりあえず試験受けるみたいな、はい、でもとりあえずだから受からないしつって、うん、でもなんか航空業界に興味があったので沖縄の航空会社関連の会社に入ったんです。あ、
最初就職社会人として、はい、あの、はい、企業名とか言っても大丈夫ですか？もう全く日本航空のグループ会社に入って、はい、もともと客室乗務員とかちょっと憧れてたので、はい、それに似たような職業ということで、はい、JAL グループの会社に入って、まあ、今空港とかであの空港業務地上業務をしている会社です。グランドホステスさん、そうですね、はい、っていう会社に入って、私はあの市内にあるオフィスで電話予約フリーセンターの予約をずっと取ってました。じゃあラジオ聞きの方でその時電話かけてあやこさんが電話取ったっていう方実はいらっしゃるかもしれないかもしれないです、うん、今みたいに誰でもインターネットを使って自分で予約する時代ではなかったんです、うん、25、うん、6年前ですかねもう、はい、でまだ電話で予約を取るとか旅行者に行って取るっていうのが主流な時代だったので、うん、電話予約もすごくたくさんかかってきていたんですけど、がしかしがしかしがしかしなんかもう私若気の至りというか、もうやっぱサービス業大変じゃないですか、うん、いろんなお客さんいて、うん、でもなんかそれになんかこう我慢ができなくて、うん、1年ちょっとで辞めちゃったんですよもうありがちでしょ、うん、沖縄のこんな風に言ったらそんなことないっていう若者いっぱいいるかもしれないんですけど、うん、もうすぐ辞めるなんかダメな若者の代表みたいな、もう本当に、うん、でやっぱり公務員になるっていう、うん、いっぱいいるじゃないですか、なんかそういう若者、まあまあ今でも割と、まあ、やってみてあちょっときついかなで、はい、別行ってみようみたいな、割とすぐ諦めるっていうか、はい、まあ若かったからちょっと我慢が足りなかったんですよ、うん、で辞めて、まあ、2、3年ちょっとフラフラしてる時期があったんですよ、はい、あのいろんな県庁の非常勤職員とかでつないで、でいよいよダメだこれはもう私26になっちゃったと思って、もうすぐ27になるって、なのにちゃんとした仕事もしてないってなって、とにかく何でもいいから履歴書を出しまくろうと思って、はい、いっぱい履歴書を書いて準備をして、たまたま最初に出したのが NHK 沖縄だったんですよ。はあ。でまさかだから受かるとも思ってないし、うん、まさか自分がキャスターになるとも思ってないんですけど、ただ一個だけ出しとけば、はい、中の、ニュースマンの仕事とか、はい、AD さんのお仕事とか、はい、いろんな字幕スーパーのお仕事とか、うん、そういうのが回ってくるよって聞いたんですよ、はあはあはあ、履歴書出しとけば、うん、キャスターはなれないかもしれないけど、はい、そういう中にいろんなお仕事があるからそれは声がかかるらしいよって教えてくれる人がいたんですよ。そこなら引っかかるかもしれないと思って、じゃあ出しとこうみたいなっていう理由ですすいません。いやなんかもう早子さんって本当にキビキビ、はい、もうなんか人には優しく自分には厳しくキビキビしっかり仕事をするっていうイメージが、人にも厳しい、厳しいですか、かなり厳しい、いや逆とも人に厳しく自分に甘くだと思ういや今日はもう早速いい話聞けちゃってる。そうなんです。だから、はい、でプラス当時こう私なんかすごい喋ってますけど大丈夫ですか？全然もう、はい、もうピーもカットも何も入りませんからもうそのまんまありのままで流しますから、はい、でしかも当時女子アナブームがもう一番最盛期ぐらいで、本当にこう言ったらそうですけど猫も杓子も女子アナになりたいぐらいな希望者が多い時で、うん、私その NHK にあの一時書類が通って、当時豊見城にあったんですけど、はい、豊見城の NHK に行ったらもう県外からもいっぱい、県外のアナウンススクールからもいっぱい受けに来てて、私もびっくりして、でだからもう余計受かるはずないと思うから、はい、もう緊張ゼロ。もう自分全然受かる気ないしと思って緊張ゼロで、でまあ漢字テストがあって、でその後スタジオに行って原稿読みのテストがあって、うん、もうそれもやってました。原稿読みとか原稿読み一切やったことなかったんですけど、うん、なんか緊張もしてないから、うん、まあこれ読めばいいんだろうなみたいな感じで、だからもう楽じゃないです、気持ちが楽だから、はい、楽な感じでやって、であとすごい10人ぐらいの方と面接をしてっていう感じでだったんですよ。あの NHK の面接ってどんなことを聞かれたかとかって
覚えてます？あ、その時はまあ、毎年その時その年で違うと思うんですけど、その時は本当に各部の部長とか、課長とかちょっと偉い人、各部からだから10人ぐらいいたような気がします、はい、で、まあ、普通に志望動機とか、あとは履歴書をもとにこんなこと書いてあるけどこのことについてもっと教えてとか、私だったら、ね、最初の会社結構すぐ辞めちゃってその後どうしてたんですかとか、そんなようなことを聞かれても、一般的な面接だったと思います、うん、はい、これ多分ラジオ聞いてる特に若い人も参考になるかもしれないですけど、うんうん、あんまりその放送業界特に興味ない、とりあえず出しとけ、うん、で、うんうん、前のお仕事も1年ちょっとで辞めちゃって、結構もう聞かれる内容って結構最初から不利な感じじゃないですか。どんな答えしたかって覚えてます？あ、でも目指してなかったとはいえ、なんで NHK にじゃあ出したかっていうのがもう一つあって、で私その、フラフラしてた時間がいっぱいあったので、祖母の家によく遊びに行ってたんですよ。別々に暮らしてたので、おばあちゃん孝行しとこうかなと思って一人暮らしだったので、結構頻繁に祖母の家に遊びに行ってて、でおばあちゃん家って行ったら NHK がついてるじゃないですか、大体、うん、はい、で相撲を見て、はい、夕方のニュース見てみたいな、それを結構祖母と一緒にずっとやっていたんですよ。でそしたらこういうおばあちゃんきっと多いと思うんですけど、うちの祖母は小学校とかもちゃんとなんていうんですかな、戦争とかもいろいろあったり貧しかったりで、うん、ちゃんと勉強ができなかったので、そのことをすごくいつも思ってて、新聞とか読むのも漢字がいっぱいあったりすると読みにくかったりするじゃないですか、それをこう一つ一つ調べながらこう読んでるようなおばあちゃんで、なのでテレビってすごく情報を自分に与えてくれる大事なツールなんですね、うん、おばあちゃんにとっては。だからニュースで最初にニュースキャスターがこんにちはお昼のニュースですとか言うじゃないですか、そうするとうちのおばあちゃんもはいこんにちは今日もよろしくお願いしますはいとか言って、でもうニュースをアナウンサーが読むとあそうですかとか言っていちいちこう反応しながら、はい、で、最後にアナウンサーがそれでは今日はこれで失礼しますさようならみたいなこと言うと、今日も一日ニュースを伝えてくれてありがとうございましたみたいなことをやるわけですよねうちのおばあちゃんはそうするとあこんな風にニュースを見てる人もいるんだなっていう発見があって、うん、そっかニュースって大事だななんて思ってる時に、そのニュースの後にキャスターリポーター募集みたいな、うん、のが出てきたので、じゃあちょっとこれも受けてみてもいいかなっていうのも一つの理由だったんですね、はいはい、で言うわけですよ面接で、それを、なかなかまあな理由じゃないですか、あ、いや、いいなっていいなって今ラジオ聞いてる人が志望動機困ってる人ちょっとヒントになるんじゃないかなぐらいの、ね、でもだから何もしてなかった時間も無駄ではなかったというか、うんうん、はい、私はただおばあちゃん高校できたらいいなと思って一緒にテレビ見てただけなんですけど、うん、そういう発見があったと。で、それをもう言うしかないですよね、逆に目指してるわけでもなかったから、うんうん、で、そういうふうに思いましたなんつって言ったら、へぇーツボついちゃった、もうね、面接かの面接かそうっつって聞いてましたねそんな感じです。で1時パス。あ、それがもう2時。あ、2時で。うん、もう1時は書類で。あ、そっかそっかそっか、うん。2時もそれで、はい、そうだったんです。じゃあ、あれよあれよと。いや、だから一回電話で受かりました。来週から来てくださいって言われた時に、そこで初めて本当にびっくりして、え？いやってなって。無理です、もう無理です、いや本当に申し訳ないですけど本当に無理ですとか言って、別のお仕事ならできるかもしれないんですけどキャスター無理ですって言ったら、当時のアナウンスの偉い人が大丈夫誰でもできるから本当に言ったんですよ、村島さんっていう人、杉尾さんっていう人が大丈夫つって、あ、じゃあやれるかな、 NHK のアナウンサーがそういうんだったら大丈夫かなっていう、で行ってみたら、お気象おめでとうございますそうすごいですね、そうですね、面白いな、そうなんですよ、でもおばあちゃん喜ばれたんじゃないですか、そうそうそう、これは本当におばあちゃん高校
できて、ね、もう亡くなっちゃったんですけど、うん、よかったなと思って、ま、結構年いってたので私がニュース読んでるっていうのをどこまで理解してたかどうか分かんないんですけど、でも、うん、あの綾のニュースって言って楽しみにしてくれてたので多分それは良かったなと思いますね。いや僕もこう、はい、放送の仕事やってるんですけど、こう NHK のキャスターさんのお仕事って一日どんな感じで過ごされてたのかとか、こうやっぱり取材とか、まあまあ、キャスターさんも出るんだろうなと思うんですけれども、うんうん、実際まあ出て現場でお会いする NHK のキャスターさんとかもいらしたんですけど、うんうん、一日どんな流れだったんですか？NHK の時は当時は、2人女性キャスターがいて1週間交代で1週間、はい出て違う1週間は取材をするっていう、まあ、大きなローテーションがあって、うん、でその時は、朝の11時45分から15分の情報番組をまず生放送でやって、でその後1時55分と3時55分のラジオの5分間のニュースを読んで、で6時台のニュースっていうのが出る週の流れ、うん、で、出ない週は週に1回は絶対リポート作らなきゃいけなかったのでネタを探して、取材に行って、でまたカメラマンと取材に行って編集をして出すっていう流れをずっとやってました。そう、まずやっぱりラテってあのラジオ局もテレビ局もある放送局、まあ、民放にも沖縄で言ったら RBC みたいなところなんですけど、はい、鍛えられますよね。こう、そうですね、ラジオもできるしテレビのニュース読みとかキャスターもできるし、うん、またちょっと感覚も違ったりするんですけれども、うんうん、一日そういう流れだったんですね。当時 の、 その私のいた時の NHK 沖縄放送局のキャスターの仕事はそうでした。ラジオの番組もやられてた？ラジオはもうニュース本当に5分のニュース、はい、番組というかニュース NHK のアナウンサーが読むニュースの枠を、2コマ持ってたっていう、今もあるかどうかはちょっと分かんないんですけど、はい、やってました。それとやっぱり今 RBC の、 あの若手のレポーターさんたちも一生懸命汗かいてますけど、やっぱり一人で取材に行くわけじゃないから、うん、やっぱりカメラマンさんとかアシスタントさんとの連携の部分っていうのもすごい最初慣れるまではね、感覚つかんまでは大変な部分あったんじゃないかなと思うんですけど、取材っていうところではいかがでした？撮影っていうことですか？うん、例えばこれ撮ってくださいって自分の頭の中ではこう撮ってほしいけど、それをちゃんと伝えきれるかどうかっていうところもあったりすると思うんですけどね。それは今でも本当にちゃんとできてるかっていうのは全然自信がないんですけど、もう当時はとにかくもう放送に出すために一生懸命やるっていうのでも一日一日が過ぎていて全く振り返る余裕とかもなくて、なので全然できてなかったと思います。本当にちゃんとやっと一人前になるぐらいまでに私3年ぐらいかかったんじゃないかな、少なくとも。でやっと本当に少し一人前に撮れるようになったかなぐらいで、もうだからいっぱい怒られたし、現場のカメラマンさんにも、うん、で編集マンさんにも、なんでこれ撮ってこなかったんだよ、なんでこのインタビューしなかったんだよっていっぱい怒られて、原稿を書いたら書いたでデスクに全部直されてっていう感じで、もうとにかく本当に毎日勉強で毎日現場の先輩たちに教えてもらったっていう感じでしたね。ざっくり簡単に言ってしまうと、例えば彩子さんは笑顔の素敵な優しい方なんですって言ったとしてもラジオでは言えるんですけど、それがテレビになった時に彩子さんがにっこりして優しそうな表情のカットがないとその話しても言えないじゃんってことになるわけですよ。はい、なんでこう記者とかキャスターはそういう素敵なところを出したいんで笑顔を撮ってくださいとか言うわけです。その意思疎通っていうところもやっぱりしっかりしておかないと、カメラマンさんはカメラマンさんでいいと思う絵を撮ってくれるんで、そこのすり合わせの部分、また音声さん音声さんで、ね、あやこさんで優しい声とか楽しそうな声とか、そういうところをちゃんと撮ってもらわないといけないんで、そこがちょっとやっぱり慣れるまで難しいし、確かに僕も今でも、ね、ああ聞いとけばよかったとか、あとこういう風に撮ってもらえばよかったって未だにありますよね。でも多分だからもう素人って自分で分かってるので、まあ、いっぱい頼って教えてもらうんですけど、一個だけ、今回のこの取材では自分はこういうことを伝えたいんですっていうのだけはちゃんと自分で持っておくように
しましたね、あの新人の時から、うん、で一応もうそれを言うんですね。例えばカメラマンとか一緒に行くスタッフに、こういうこれから行くところはこういうところです、私はこの人のこういうところにすごくあの感動したので、こういう部分を引き出すようなリポートが作りたいんですって言うと、まあそこだけはブレないようにして、でカメラマンさんは現場に実際に行って現場でカメラマンさんが感じた、うん、その部分を撮ってくれる、で私はそういう風なインタビューを一応するようにするっていう形で、なんかこれが伝えたいんですよっていうのだけはこう一応ちゃんといつも常に意識して持っておくようにしましたね、してます今でも、うん、この中であの印象に残っている取材とか出会った方で印象に残っている方、どんな方がいらしたりどんなことがあったりってちょっと伺ってもいいですか。これも絶対聞かれるなと思ったんですけど、うん、テッサロさんこれ一番困りませんこれですか僕ね、はあ、スポーツだから出やすいのかな、いっぱい あの人も名言言ったで、この人こんなところが良かったって結構あれ、でも彩子さん分野もいろいろまたがるし、あと意外とスポーツとかみたいに逆にあんまり華やかではない取材の方が、うんうん、まあ、華やかではないという言い方あれですけど、あの本当に普通に私たちと同じように生活をしていらっしゃる方々を取材することが多いので、うん、なんかこう分かりやすさとか派手さとかインパクトみたいなのは実はあんまりなくて、うん、もう本当にこう本当にこうしみじみするような出会いとか、はい、うん、あこんな方がこんな沖縄にいらっしゃったんだっていうようなのの繰り返しなんですね、うん、で必ずあのこういうインタビューとかをした場合、今までで一番印象に残ったのはどんなことですかって聞かれて、本当にもう一つに絞れなくて迷うので、うん、確かにできるだけあの私はもう最近のものを、はい、あの、はい、言おうって決めていて、その時のできるだけ近いのを言おうって決めているので、まあ、それでよければ、これ結構ちょっとズドンといきなり重い話になるんですけど、でもすごいシンプルな話なんですね。喋ってて大丈夫ですか。大丈夫ですよ。もう聞き入ってます我々。いやもうなんかこうやって喋るのに慣れてないんですね。実は原稿以外の喋りに慣れてないという。ですね。お二人いらっしゃって、これは私が伝えるっていう仕事をする上で大きな力をもらったっていう話なんですけど、一つは、戦後70年の年に、姫百合同窓会のもう姫百合の代表と言ってもいい方だと思う本村鶴さんにロングインタビューをしたことがありました、はい、70年っていう節目を機に、で、まあ、本当にまあいろんな姫百合のお話を伺いました。で私たちってね、もう必ず6月前後になると沖縄戦関連の取材、うん、毎年絶対するじゃないですか、はい、まあ、6月に限らず年間を通してするので、もう何度も私は沖縄戦関連の取材もしていますし、姫百合の方にもいろんなお話を伺って取材もしてました。で本村さんにロングインタビューがもう終わりかけるっていう時に、もう本当に私の素朴な質問として、でもね鶴さんって言って、あのもうお話を聞けば聞くほどあまりに壮絶であまりにすごい体験で、なので体験してない経験してない私たちが本当に皆さんのことをちゃんと伝えられるのか不安になることがありますって言ったんですよ私が。そしたら本村さんが、うん、そうだよねって言って、でもね戦争は体験したらわかるけど絶対体験したらダメなもの、それが戦争なんだよ、だから体験してなくても伝えてくださいって言われたんです。すっごいシンプルなんだけど、まあ体験したらわかるよと、戦争がどんなものか体験したらわかる、でも絶対に体験したらダメなものだからいっぱい勉強して伝えてください、体験してなくても伝えてくださいって、もう本当にシンプルにおっしゃったんですね、うん、そうだよなと思って、体験してないから伝えられませんじゃないなと、うん、もうそういうようなこと言ってる場合じゃない、うん、体験しちゃダメなんだもんだって、うん、そうだよなって思って、うん、もうそれは本当にあのなんかちゃんと伝わってるのかなっていう少し迷いがあった部分をもうスパーンとこう、うん、そうだよ、私たちは沖縄で生まれて育ってこうやって命を受け継いできたんだから、それはもう
当たり前伝えていかなきゃダメなんだよっていうのをこう改めて思わせてくれた一言っていう意味で、まあ本村さんのそのインタビューが、まあ最近の中では非常に心に残っているし、まあ私がものを伝えるっていう仕事をしていく上で大きなすごくなんか指針っていうかになっているものなんです。でもう一つ、もう一つ同年代のやっぱり女性の大先輩に本当に教えられたこと、次の年に、宮原英子さんという沖縄の美術界を引っ張ってこられた女流画家 の, あの先輩が先輩あの女性がいらっしゃるんですけれども、はい、宮原英子さん の, あの個展がやっぱり戦争関連の個展があの美術館で開かれていたので、宮原さんにインタビューを取りに行ったんですね。で宮原さんは、まあ、お名前宮原さんなんですけど、結婚して宮原さんになって県外のご出身の方なんです、はい、で復帰前にあのご主人について沖縄にいらして、で復帰前の沖縄の本当にあの糸満のアンマーとか素晴らしい沖縄の女性たちの姿をたくさん絵に残してらして、で沖縄戦のこともたくさん宮原さんは絵に残してるんですね。で当時すごい言われたそうです、体験してないくせにとか、うちなんちゅじゃないくせに、なんでこんなあんたが描けるね、何を表現できるねみたいな感じで、結構美術界ではあのかなりあの批判もあったんだそうです。だけどその時どうでしたかって聞いたら、もう宮原さんもすごいシンプルに、だって知ったからには書かなきゃいけないでしょ、知ったからには伝えなきゃいけないでしょって言ったんですね。宮原さんおっしゃったんですね。そうだよなってまた思って、うん、本当にシンプルなんですけど、だって知ったら描かなきゃ、知ったら伝えなきゃ、そうですよねって、それがなんかこう私が今ニュースでいろんなことを伝える、まあ、それまでも伝えてきましたけど、ちゃんと伝わってるかなっていう自問自答しながらこうやってた部分を、いやもう伝えるんだよっていう気持ちにこう一歩そこちょっと進ませてくれたお二人の大先輩が、まあ、ここ最近では一番印象に残ってる取材でした。すっごく今の伝わりますね、うん、あのそのおっしゃってる方の意図ももちろんなんですけど、その聞き手とでおっしゃる方で、それを画面を通して見る視聴者の方々の、ね、印象とかも含めて、なんか今すごくあの話を聞きながらスッと落ちた部分もありますし、何よりもねさっきのキャキャキャってしてた時の彩子さん目が違う、もうキャキャキャって感じ、もういろんな表情をもう素直に出せるのが彩子さんのいいところですから。いや僕も、うん、あの尊敬する先輩から、もうその方はラジオの仕事がメインの方なんですけど、やっぱり自分は喋るからには公共の電波使って喋るからには覚悟してる、覚悟を持って喋ってる、楽しい話でも真面目な話でも、でなんか今その話を思い出して、やっぱり自分がやっぱり教えてもらったりあの取材したりして、あこれは伝えたいとか広く人に知ってもらいたいとか、こうあるべきじゃないかとかこう提示したりとか、そうするときってあの正直スポーツ今はもうあんまりなんだろう、人のいいところばっかり、美しいところばっかり、かっこいいところ、派手なところがスポーツ正直メインになるから、正直その意識薄れてるんですけど、やっぱり例えば、まあ、沖縄でいうと基地問題だったり、こう沖縄戦であったりとか、まあ、政治経済いろんな難しい問題、いろんな意見を持ってる人がこの島に住んでる中で一つこう問題提示する、自分の言葉を伝えるっていう、賛同してくれる人もいるだろうし、そうじゃないんじゃないと思う人もいるかもしれない、でもその中で自分は信念を持って覚悟を持ってこの言葉を伝えたい、この思いを伝えたいって、信念でありやっぱり覚悟っていうのを今先輩の顔が思い出されたんですけれどもね、一つなんかちょっと覚悟って言ったらちょっと大げさな感じもしちゃうかもしれないけれども、やっぱり一つね、あの一つ軸を持って、そうですね、発言する伝えるっていうのはとても大事なことですよね。そうですね、そう、もう本当にすごいシンプルですよね、そう、そいで言ったらもう本当にシンプルになると思います。何を伝えたい、そうそう、だから今の若い記者とかリポーターにも私あのよく言うんですけど、あのこのリポートとかこの原稿で
一番あなたが伝えたいことは何、うん、と、うん、それがちゃんとしてないと伝わんないよっていうのは結構あの言いますね後輩には、うんうん、それが例えば私と違う気持ちだったり、はい、違うところにあの重きを置いてたり全く違う意見だったとしても全然いいんですよね。でもあなたはどう感じてあなたはどう思ってだから何を伝えたいのっていうのはやっぱちゃんと持ってないと何も伝わらないよっていうのはよく言いますね後輩には。なるほど。愛子さんの席、まあ、隣って話さっきしましたけど、はい、結構あのレポーターの新人の子たちとかまだ経験の浅い子たちが彩子さんこの健康なんですけどで記者さんとか来たりしてよく、ね、あのそうですね、こう思うんですけどどうですかとかそれからもっと細かく言うとこのイントネーションこれで合ってますかとかもう彩子さんもう本当にみんなのなんか駆け込み寺みたいな感じになってますよね。そんなことないそんなことないそんなことないですけど、うん、それだけやっぱり頼りにもされてるしね、でもそこまでに至るには彩子さんもいっぱい、ね、怒られてそうです、ね、泣くような思いもして。あ、そうですね、うん、そう僕やっぱり一つ今日聞きたかったのが、はい、あの NHK のキャスターさんって大体もう3年なんですよ、はい、それで僕の知り合いは例えば全国あちこちの NHK で3年レポーターをやって例えば民間の放送局中途採用でアナウンサーになるとか東京のフリーアナウンサーの事務所に行くとかあるんですけど彩子さんの場合は沖縄の NHK から福岡の NHK 行ってた時期もありましたよね、うん、そうですねよくご存知です、うん、あこれは転勤という形ですか。いやもうこれは、NHK 沖縄放送局最初4年やってで、たまたま福岡放送局でまたキャスターの募集があってで、まあ、上司が福岡で募集してるけどあの福岡でやってみる気ないみたいな感じで、うん、だからちゃんとオーディション受けに行って、はいはいはい、まあ、中からあの情報はもらいましたけど、うん、一応ちゃんと福岡行ってオーディション受けて福岡でも6時台のニュースキャスターやってたんですけど、うん、なのでもう NHK を辞めて福岡に行ったっていう、もう NHK 沖縄との契約が終わって次は福岡とっていう別契約でまた行った感じですね。あ、なるほど。じゃあこの辺のちょっと福岡の時代の話も少し交えつつ、はい、今日すごいんですよ。最初ねどっかで尺区切って一曲入れようかなと思ったら、うん、二人の話聞いてるとすごい楽しくてですね、うんうん、なんかもういいんじゃないですか。いや曲入れてください、うん、曲はラジオは入れましょうということで入れますわかりました。じゃあですね今日いろいろとちょっと考えていたんですが、あ、お招きするお話が出た時に私がお声を聞いた時に率直に声の印象が似てるなと思ったアーティストの中から今日一曲ご紹介してみたいと思います。それではレスナーの皆さんにもお届けしましょう。ケルティックウーマンの You Raise Me Now。 お届けしましたのはケルティックウーマンで You Raise Me Now をお届けいたしました。彩子さんいかがでしたでしょうか。なんか素敵な曲をかけていただいて、もう一方的にわーって喋ってたのを今落ち着けました自分ですいません皆さんと思いながらいや曲やっぱり入れてよかったね。あの放送中にも言いましたけど、あの DJ アーサーという名前で浅田さん番組やってるんですけど、もともとバーテンダーさんでもいらっしゃるので、ね、そうなんです、ね、そうお客さんの雰囲気とかに合わせてカクテルとかも作ってもらって、こんな僕でも作ってもらったことあるんですよ。今の曲みたいな雰囲気だと思ってもらえたなら、うんうん、しめしめ、よっしゃよっしゃいや嬉しいです、光栄です、ありがとうございますこれ多分自分は習慣ですね、バーテンダーとしてカウンターに立つ時っていろんな角度からこう、まあ、観察という表現をあえて使いますけれど、それでその方の人となり背景とかその日の感情思いとかっていろんなものを伝えながらも少しずつ拾いながら何をどう組み合わせてお届けするとその日の時間と締めくくりがより良くなるのかっていう深いそうなんですね。でも以前別の回での放送でもお伝えしたんですけれど、やはり声をお伝えするキャスターという皆さんの場合でもその声の印象一つ、画面に映る表情一つ、そうですね、トーン、その扱う題材、そうですね、様々な要素の組み合わせという部分では、
端な言い方すると共通する部分もあるのかなと。同じだ、全くおっしゃる通りだと思います、うんうん、はい。そう、僕やっぱり彩子さんの素敵なところは、例えばニュースによって元気な子どもたちが可愛らしい表情いっぱい見せてくれたら、このニュースが明けてスタジオの時にもすごく笑顔だし、やっぱりちょっとやっぱり悲しかったり怒りを含むようなニュースの時にはやっぱり厳しい表情だったり、なんか見てる人たちの気持ちをすごくもう表情だけでも代弁してくれてるようなところ、なんか自分たちテレビ見ている自分たちと一緒にこう思いを共有してくれてるなっていうのがすごく伝わるキャスターさんだと思うんですよ、ね、ありがとうございます。うちのお袋もそう言ってました。ありがとうございます。そうですか。お前が出るようになってから RBC 見るようになったけど、彩子さんはいいよ。あ、嬉しい、本当に嬉しいです、うん、いやなんか本当はねもうちょっと淡々となんかやった方がいいのかなとかいろいろあるんですけど、うん、私の場合はまあだからもともとあんまりやろうと思ってなくて入った分、うん、だったら逆にその私のその素人感っていうか感覚としては、まあ、テレビを伝える側があって、で見てる人たちがいたら私その真ん中ぐらいにいるような感覚でいつもやるように心がけていて、それは結構意識してやっていて、こっちで伝えることはプロとして伝えるんだけど、自分は見てる感覚っていうのをちゃんと持って臨みたい番組にはっていうのはちょっとあるので、まあ自分の年相 の、 私と同じ年代の人たちが今どんな気持ちで見てるかなとかいうのはちょっと考えながらカメラの前には座るようにはしてます。うん、その思いって多分ご覧になってる方多くの方に伝わってるんじゃないかなって思うんですけど、そうまたちょっと話戻りますけど、はい、急遽ですね、彩子さんの話1時間でまとめるのはもうもったいないなと。すいません、喋りすぎいやもっと聞きたいですよね。ごめんなさいね、もっと聞きたいで、はい、思ったのが、はい、彩子さんってもう NHK 沖縄、 NHK 福岡、はい、FM 沖縄で、はい、FM も入れるんだ。そう入れちゃう一緒入れちゃうで RBC っていうところで、はい、僕が存じ上げてるだけでもこれだけキャラ、はい、でせっかくだからもう民放自体はパート2に取っとこうかと。なるほど、はい、とりあえずって言ったら失礼ですけど、NHK 福岡、はい、まあ沖縄よりも大きいところで、はいはいはい、まあ、いろんなニュースソースもあって、うんうん、でまた沖縄と違う刺激だったりとか、もう勉強になったところ、成長できたところ、大変だったところ、うん、いろいろあったんじゃないかなと思うんですけど、はい、いかがでした？やっぱり福岡まあ、キー局って言われる、うん、ところですよね、テレビ局では、うん、なので民放さんもすごくやっぱりレベルが本当に全国放送と同じぐらいのレベルを持っていらしたので、うんうん、そういう意味ではもちろん NHK 福岡放送局もそうだったんですけど、やっぱ沖縄にいる時よりもちょっと高いレベルを求められ、うん、九州全体に移る放送の方が多いので、はい、私も夕方のニュースは福岡向けにやって、途中は九州向けで、うん、また福岡向けっていう感じの編成だったんですね。なので求められるものも多かったし、あと視聴者の面もそれだけ厳しかった、うん、あと民放さんの番組を見てるのが非常に勉強になりましたね、うんうん、むしろはい、全国放送でもすぐに行けるようなぐらいのクオリティの高さで皆さん出してらっしゃったので、うん、もうリポーターさんの食リポとかインタビューの仕方とか非常に勉強になりました、うん、民放さんを見ながら逆に。であと福岡でもう絶対忘れられないのは、当時ダイエーだったんです、まだソフトバンクが、はいはいはい、まだダイエーだったんですが、もう私が世界で一番かっこいいと思ってる、はい、王貞治さんも、はい、世界の男性の中で一番かっこいいと思ってるんですけど、はいはい、王さんがまだ現役で監督されてたんです、うん、でなんと日本一になったんです、私が福岡に行った年に、はいはいはい、でその試合日本シリーズ全部見ました、ドームで。もうねこれは本当にもう一生もんですね、うん、もう王さんがいるもう本当にその経験は、もう試合も見られたし、であとちょっとスポーツコーナーみたいなものを持ってたので、はい、いわゆるスポーツ取材もすることができたんですけど、うん、私あまりにも王さんが好きすぎて、もう本当に
近くに行けなくって、もう本当にベンチの一番隅っこのもう記者の皆さんみんな前に行くのに、はい、私本当に近寄れなくって、もう後ろの方からもうおっさんもう声とか絶対かけられなくても、うん、王さんがいるってもう そんな福岡時代でした。すごい星ヒューマンのお姉さんみたいにもう後ろぐらいから隙間から隙間から声王さん。でもあれは本当にいい時に福岡に行けたなと思いましたね。盛り上がった。しかもあの時日本シリーズ相手巨人で ON 対決だったんじゃなかったでしたっけ。阪神だった気がします。そっか、ちょっとうろ覚え。2003年だ、はい、あの星野監督と対戦した時に。そうですね阪神で合ってますよね。阪神です、はい、あそうそう阪神ファンの人が前に育てたから、うんうん、そうなんです。まあドーム取材をね、しょっちゅう時間があるときは試合をね、記者のなんとか賞を持ってたので、はい、それで入って試合をたくさん見ることができたのがとっても福岡時代は楽しかったですね。また福岡もね、また本当に大学が頑張って今確かにソフトバンクですけど、もともと西鉄ライオンズってチームだって、野球にはね、うん、とってもこう熱い思いを持ってる方も多い土地でもあるから、そうそうそう、はい、いいところでまたいい経験できましたね。そうなんですよ、選手も城島さんとか小久保さんとか、うん、はい、あと井口さんとかもそうですね、うん、で荒垣渚さんとかね、はい、和田さんとか、はい、あとムネリンとか、はい、みんながすごい頑張ってる時だったので、今考えてみてやっぱりそうそうたるそうそうたるメンバーを毎日見てたんだなと思って、とってもそれは恵まれてたなと思いますね、はい、なるほどな。ちょっと王さん話僕もしていいですか。ぜひ。僕その時高知サンサンテレビって高知の局いたんですけど、その時ダイエーが高知キャンプ来てたんですよ。その時に僕一人取材でカメラ担いでマイクも持って、もうグラグ肩でカメラグラグラさせながらこうインタビューさせていただいてたんですけど、僕一人取材ってマイクを、あ大変じゃない僕持つよって言って、あ結局いや持たせられませんってもう丁重にお断りしたんですけど、マイクも僕持つよ大丈夫だよっておっしゃってくださったのが王さん、大丈夫ですって言ってんのにマイクを奪い取っていったのが、あの元鹿島アントラーズで活躍していたその時コーチだったジーコさん、そう王さんは本当に素敵な人、どんな方にもなんか優しい、優しくて気遣いされる方で、本当にもう一流の人ってこうなんだなって思いましたね。僕も王さんに接することができて思いました、うん、そう僕も王さんって思いながら、でも僕はもうガチャガチャしてたらもう仕事になんないか、僕一生懸命勇気振り絞って王さんって言ったんですけど、そんな優しい言葉かけてもらえるとは夢にも思わなかったです。僕の中でももう王さん神みたいな存在です。そうなんです。私もそうそう僕の話しちゃいましたけど、まあ、取材もねいろいろしてた、はい、本当いろんな方にもお会いできて刺激にもなるし、そうですね、なんか私この仕事入って一番いいなって思ったのは、もう少し最初一番最初から本当に思ったんですけど、もうテレビに出られるとか有名人に会えるとかではなくて、うん、本当にいろんな人に、うん会うことができて、 その人の人生とか、うん、もうその道を極めた方の言葉を取材で聞くことができるっていうのが、はいうん、本当にこの仕事の一番いいところだなって、うん、本当にこれは思います。もう I think そうでございます、ねうん、こんな仕事だったんだって思いましたね、うん、ニュースキャスターの仕事って、だってさ今日ラジオこの番組聞いてくれた、はい方でも彩子さんってアナウンサーとか全然なる気なくてこの仕事始めたんだって、ね、まずそこからびっくりすると思うし、うん、その中からこう、ね、この放送の仕事を取材して伝える、それを広く人に知ってもらうっていう仕事の素晴らしさってことをこう仕事の中で感じ、そして今のキャスターのお仕事をされてるっていうのは分かっていただけたんじゃないかなと思うんですけど、僕も今日初めて知りましたけどむしろこう画面にどうしても出ていく時間の中で限りあるそうタイミングでのお伝えができる部分とはまた違った、うん、今日ラジオの中でのお伝えの仕方ができたかなと思いますし、だからその意味でこう画面に映る、うん、彩子さんのちょっとした仕草、目の表情であったり一言にどういう思いが
含まれているのかという、ね、そういった部分もパート2で一緒に掘り下げていけるといいね。そうですよ。それから今本当思い出したんですけど、まだ時間大丈夫ですか。実はあと1分30秒。1分30秒じゃ急いでいますけど、はいはい、あやこさん韓流大好きですよね。いつもあのデスクが隣同士だから、あの別にジロジロ見てるわけじゃないんですけど、パソコンのデスクトップって結構韓国のイケメン俳優さんとか綺麗な女優さんとか、なんかドラマの一場面みたいな壁紙が貼ってある。スクリーンセーバーに次から次に美男美女が出てくるっていう、うん、そう、なんか韓流の話とか、あと結構いつもね、この間もベトナム行ってきて お土産のお菓子いただいたりしたんですけど、はい、海外のお話とか、なんかあやこさんやっぱりパート2でも収まらないかも。聞いてる方にちゃんと聞いてからにしてくださいこれでいいですか。いやもう自分の中ではもう今の時点でパート3確定なって感じです、ね、はい、ということで今日はあの放送が終わったら、あのパート2のシナリオも3名でお話ししてから、はい、次回ちょっとまとめにかかりたいと思っておりますが、はい、もう決定です、はい、でも改めて今日の時間を振り返って、私自身、はい、もう普段あの画面を通じてお伝えいただいているものとはまた違った側面での本当にいい意味での引き出しの多さと、あの思いというものを十分堪能させていただきました。本当にありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。てちゃん改めていかがでしたですか。いやなんか終わり綺麗にまとまったら1時間すごく綺麗にまとまる感じするなと思って勉強になりましたあとあやこさんにまた来てほしいです。はい、もし、はい、皆さんがよければ、はい、よろしくお願いします。はい、私でよければ。はい、ありがとうございます。それでは本日のアイネットラジオ、ゲストはパーソナリティで、そしてキャスターでもおなじみ島袋あやこさんにお越しいただきました。改めてありがとうございます。ありがとうございました。アイネットラジオお相手は吉田哲太郎と、そして DJ アーサーでお届けいたしました。本日も皆様素敵な夜をお過ごしください。はい、OK です。はい、ありがとうございました。